水曜日です。最新のトレンドを紹介する東京トレンドです。防災週間の今週は都内で行われた防災イベントや防災グッズをご紹介します。先週末、六本木ヒルズで行われた防災フェア。救命処置や消火活動など災害時に役立つ体験を通し防災意識を高めることを目的としたイベントです。昔はやはりこういったイベントがすごい少なかったので、いわゆる知識をこう教えていくというような形をやっていたんですけれども、もっとそれを今度体感できる、考えることができるというですね、ものをですね、作っていこうということで今回は実施しております。災害というものをですね、感じていただいて、関心を持っていただいてですね、そこからですね、いろいろと思い浮かべて対策を考えていただければと思います。防災について考えるきっかけになるよう、会場には様々な災害を想定したブースが設置され、家族連れなどでにぎわっていました。一応備えてはいるんですけど、非常食がそろそろ期限とかも切れるのがあるから見直さなきゃなとは思ってるんです。そんな中オープンしたのが、およそ600種類の防災グッズを取り扱っている防災用品専門店。水がなくても使える災害用のトイレセットや、およそ80キロまで水に浮かせることができ、簡易頭巾が収められたリュックなど、自宅や勤務先で使える防災用品が揃っています。震災以降ですね、個人のお客様からどこで買ったらいいのかわからないよという相談を結構受けまして、うちで出してみようかなといったところですかね。中でも多くのお客さんが買っていくのは非常食。食品についてはだいたい200種類前後揃えてます。非常食っていうと美味しくないよといったイメージがお持ちの方多いと思うんですけども、長期保存効く食品のですね、開発に力を入れてるメーカーさん多くなりまして、越後製菓さんが販売している商品ですね、井村屋さんで羊羹出してまして、びっくりするような商品が増えております。大手メーカーが非常食開発を行うことで、品質はもちろんその味も向上しているそうです。災害が起きた時に初めて非常食を食べるというんではなくて、普段からですね、年に数回非常食を口にして、そうすることによって賞味期限切れとかですね、そういったことなく備蓄のサイクルをですね、していただくというのがいいと思いますね。さらに最近進んでいるのが首都直下地震への備え。こちらのウェブサービスでは、地震が起きた場合の揺れの強さや建物倒壊危険度、火災危険度などを地図上で見ることができます。開発した東京大学のプロジェクトチームにお話を伺いました。じゃあ今自分のいる場所、あるいは自分の生活パターンの中で、具体的に災害ってどんなことが起きていくのかと、やはりそこをイメージをはっきりとしていただくことが次につながる。頭の中でやっぱり非常に具体的にどの道を通っていけばいいかとかですね、それも簡単にやっぱり見ることができるということがとても大事だと思うんですね。また誰でも使えるウェブ上の地図だからこそ生まれるメリットがあるそうです。 Facebook に投稿することができますので、実際にソーシャルメディアの上でもいろいろディスカッションをしながら、首都直下地震が起こった時にどうしたらいいかってことを、みんなで話せるようにということを配慮しながら作っています。いつどんな場所で起こるかわからない災害に備え、家庭ではもちろんのこと、会社などでも災害への備えを再確認し、普段から準備することが大切です。